どうも、BLS パサカやっていきたいと思います。はい、無課金アカウントで PSR チケット分回しやっていこうかなと思っております。まあ、今回 PSR チケット6枚貯まりました。まあ、それ以外の 10%、20%、30% とあるんですけども、いつもはね、10枚貯まるまで待っておりました。でも、今回はね、ちょっと昨日の動画見ていただいたらわかると思うんですけど、PSR の翼くんがどうしても欲しいなと、いうことで回していこうかなと。で今回 PSR ね、限定キャラはこちらの7体のみとなっております。翼当てたいよね。まあ、翼 SR45 と PSR50。全然能力が違います。まあ、少しでも強くしておきたいなということで、今回は PSR チケット回させていただきます。本当はね、年末年始に置いとこうと思いましたが、今回ばかりはすいません。引かせていただきます。まあ、合計、まあ、7枚、8枚ぐらいは PSR 出ると思います。そこで、ね、翼くん、当たってくれると嬉しい。まあ、それ以外にも、美咲、そして、葵。まあ、このあたりが出れれば、翼をフレンドで借りることも可能でございますので、出ていただきたいと思います。まあ、パワースター的にはね、頑張れば、こちら、100連回せます。なので、PSR チケット手に入るんですけど、やっぱちょっと苦しいんですよね。このガチャ回しちゃうと。それを考えると、チケットで出てくれば、ノーバン万歳かなと思いまして、引いていきたいと思います。まあ、このチケットで出たところで、まあ、絶対50できる。てか、50は多分できないです。できないんですけど、まあ、強いものが手に入るということで、今回は引かせていただきます。では、10% チケットから引いていきましょう。いきます。まあ、現状ね、SR は45になりました。SR は45になりましたんで、次は PSR の解放させてください。確かね、通常の翼が SR いたから、そいつをできれば、50? で、45か45にして、さらに食わせていく。で、ストーリーでできれば行きたいところではございます。はい、では6枚、引いていきます。さあ、出てください、翼。おー、キリンちゃん。そうだ。これ、常設キャラクターになったんだよね、キリン。彼女バージョンのキリンちゃんが出てくれました。はい。で、あと4枚。PSR 来てくれ。暗転しろ。暗転。竜崎が2枚も出てる。割と新しめのキャラクターが出てるよね。古いキャラクターは、初期キャラクターは出ておりません。はい、ここは SR のみでした。ですが、20%。ここで PSR 引かせてください。行きましょう。さあ、博士演出まで行ってくれれば確定です。さあ、来てくんねえかな。ああ、残念。で、最近、PSR のミキサーできておりません。まあ、さすがにね、PSR のミキサーはしないべきだと思ってます。まあ、才能開花があるんで、ちょっとしづらいんですよね。PSR は。なので、ちょっとミキサーは控えております。まあ、SR も実際しづらいけどね。お!え?マジで?え?来た。あ、PSR でよかったな、葵くん。でも、この葵くんが出たことによって、これもしかして、葵くんを、これ上げていけば、翼くん借りれんじゃん。あ、ありがとうございます。翼でなくても勝ちました。よかったー、葵出た。ってことは、あと、美咲。美咲も出てほしいな、できれば。でも、まあ、難しいけど。で、葵くん、実際、41にはしたいんだよね。41にはしたいです。なので、まあ、PR を、まあ、2体ぐらい、プラゴにして食わせれば、なんとかなると思ってます。葵くん、確か1枚は PR 持ってたんで、ツイッターのあれで PR もう1枚手に入るはずです。それで、なんとか41にはしていきましょう。はい。いいですね、引き。まあ残念ながら PSR は出ておりませんが、いい引きできております。限定キャラがいきなり、葵くんが出てくれました。OK です。さあ SR であれば、美咲くん来てほしい。PSR であれば、翼がいいな。PSR 行け。行け!お、来た!あざっす。やっとパーセントで。パーセントチケットで PSR 来てくれました。さあ、1枚ですが、暗転してください。暗転はね、結構すると思います。サブアカ無課金アカウントは結構 PSR 持ってないキャラクター多いんで。さあ、とりあえず暗転しよう。暗転して夢を見させてください。いやー、メイムか。メイムは結構当たったよね。何回か当たってた。はい。ということで、さあ、ラスト6枚。ここで翼が来ていただきたい。では、行きましょう。翼。翼頼むぞ。いや、6枚。6回チャンスある。ここで来てくれれば翼に運命感じます。さあ、来てくんねえかな、翼。
翼来てくんねえかな。まあでも実際ボランチでは翼借りてねサクセスはできるようになっておりますので、はい、では6枚いきます。さあ暗転2、3枚暗転して、お、いやー、まあまやちゃんね、はい、1枚目はまやちゃん。さあ残り5枚暗転。いやー、キクバリン、確かに追加された、確かに追加されたけど違うよ。では残り4枚、暗転ときて、さあ来い、ニュー、お、これは当たりじゃない。キリュウくんは当たりだと思う、割と当たりのバックだと思います。ありがとうございます。でここで4枚、残り2枚だ、残り2枚、来てください頼む。残り2枚で暗転1枚を見せてね。イバノ、まあこれは仕方ない、でも当たりでしょう。キリュウくんが来てます、しかも葵くんも来てます、これは当たりだと思うな。でキリュウは SR45 にしてから食わせたいところもあるが、これ SR は1枚食わせよっか。はい、 SR 食わせていきます。さあ解放しますかというところで、はい、解放しません、残念。まあでもキリュウね、 BSR でも SR45 と同じ強さがありますので、ありがとうございます、これは助かります。で、葵くんですね。葵くん。R って何体かいた気がするけど、あ、使っちゃったんだね。はい、PR。食わせときます。早く PR の R、葵くんくれないかな。PR の葵くんくれたら、それだけ、うん、解放できますんで。で、とりあえず葵くん、できれば、これは、プラ2解放でお願いします。あ、そっか。今使ってんのか。そうですね、 R 少しでも手に入れようと思ってこれ連れてってましたね。はい、まあ、ありがとうございました、ありがとうございました。まあ見先にしとこ。はい、でワンチャン PR 手に入ってなかったっけ、何もないんだっけ。あ R があるんでね、あ R あったけどこれ使い忘れたね、まあいっか。はい、では、PR 混ぜていきます。2回方でお願いします。行きましょう。2回方でお願いします。さあ、来い。1、2、OK! では、ラス1混ぜたらなんとかなりますんで、これは、いや、どうしようかな。SR 大丈夫かせか。ワンチャン使ってもいいよね。PR もう1枚手に入るんでしょ？ PR がもう1枚手に入る想定であれば、使っとってもいいよね。で、当分生き残ると思うんで、使っとこうか。いや、使っちゃいます。これは。ごめんなさい。使っちゃいます。残り1枚。で、プラ2解放目指すんですけど、これしても45マックスなんで。はい、これで行かせていただきます。これしとけばね、うん、すぐにでも、一応使用できるぐらいの強さはありますんで。また、まあ、今日のリベンジだよね。まあ、ZS は作れたんですけど、ZS のボランチは作れたんですけど、もっと上目指したいと思いますので、またリベンジ、この葵くんを使って翼を借りてやっていきたいと思います。はい、本日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつめたー。